清洲市春日美術館は、愛知県清洲市春日梅の森一番地の、清洲市梅広場春日にある公立の美術館である。清洲市立図書館、春日梅の森公園と共に、清洲市梅広場春日を形成しており、清洲市の文化ゾーンとして、指定管理者である TRC、名古屋三越グループ共同事業体が一体管理を、行っている。展示室地域に、 ゆかりのある作家や、会館以来続けている、公募展に関連した展示、また独自の企画展などを開催している。2012年には、デザイナーの高北幸也が、館長に就任。高北は、名古屋造形芸術大学の教授や学長を務めた、人物である。就任半年後からは、毎月1回の頻度で、高北幸也館長、アートトークを開催し、 2021年4月には100回目を迎えた。開館した1999年には、夢広場春日絵画展を初開催した。2001年、夢広場春日絵画ビエンナーレに改称して2年に1回の頻度となり、2009年には、清洲春日絵画トリエンナーレに改称して3年に1回の頻度となっている。2020年には、 清洲春控えが取りえんなあれが10回目を迎え、新進作家の登竜門として定着しているとされる。ありがとうございます。